はい、それではですね、今回の動画では、PowerPoint でショートカットキーを使って、現在表示しているスライドからスライドショーを開始する方法というのをね、やってみたいというふうに思います。で、別の動画でですね、この一番スタート、1枚目のスライドからスライドショーを開始する方法というのは F5 キーを押すといいですよというのはやってますけども、今回はですね、そうではなくて、例えば、じゃあこの、今ですと、これは9枚目のスライド、これを開いてますと、ここからスライドショーを開始したいというときに、マウスの操作であれば、このスライドショーというこのタブを押してもらって、でこの現在のスライドからというところをクリックしてもらえれば、ここからこうスライドがスタートはするんですけども、ここでもですね、ショートカットキー使うことによって、効率よくね、この開いているスライドからスライドショーを開始することができますんで、早速ね、そのやり方をやってみたいというふうに思います。はい、じゃあそれではですね、今回、じゃあこの今9枚目のこのスライド、ここからスライドショーを開始してみたいと思いますんで、キーボードのシフトキーを押しながら、ファンクションキーの5ですね、F5 のキーを押します。はい、そうするとこういった形で今開いてたこの9枚目のスライドからこのスライドをスタートすることができましたということですね。はい、こういった形でですね、今開いているスライドからスライドショーを開きたいときは、シフトキープラス F5 キーというのをね、使ってもらえると便利なんじゃないかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。